今日も司会のポル太郎です。よろしくお願いします。それでは家族会議を始めたいと思います。議題は、もし僕に新しい家族が増えるならどんな犬種がいいかでございます。いやー、ちょっと改まってこんな感じで始めてみましたけれども、もしですね、僕に新しい家族が増えるなら、こういうのがいいんじゃないか、ああいうのがいいんじゃないかっていうのをね、ママさんたちといつも話し合ってるんですけれども、まあもしね、本当に家族が増えるなら、僕との相性とかいろんな関係があると思うので、簡単には決めれませんよね。というわけで今日はですね、改めまして、みんながどういう風なのがいいと考えてるのか発表していきたいと思います。ではまずはママさんから言ってみましょうか。準備いいですか？それではママさん、発表よろしくお願いします。じゃじゃん、ジャックラッセルテリア。なるほど、僕と全く同じ犬種がいいんじゃないかというのがママさんの意見ですね。まあこれが一番無難ではないでしょうか。そらそうですよね。まあただでさえ暴れ回りますから、その運動量についてこれる犬種っていうのがまあ一番妥当でしょうね。これが一番オーソドックスな答えですよね。ただまああえて苦言を呈すなら、ジャック・ラッセルは僕だけでいいんじゃないかなという気もしますね。同じような犬が何匹も出てきたら、どれがポル太郎なんやらようわからんようになってしまいますから、そうなってしまったら本末転倒なので、そういうことも起きますよね、このパターンは。はい、では続きましてお嬢さん、よろしくお願いします。じゃん、ふわふわの小型犬かっこメス。なるほど、メスね。なるほどなるほど、そういうパターンはあるよね。ふわふわの小型犬ということで、っていうことは僕のお嫁さんっていう、そういうパターンかな。それでいいよね。ただまあいきなりお嫁さんと言われましてもピンときませんよね。それはそうでしょ。あと守るものができた時に、僕は今までみたいなアグレッシブな姿勢でいれるやろうか。ん？何ですか？ママさん、大型犬。いやー、大型犬か、それはないと思うな。だってまあ最初はいいよ。最初は僕より小さいし可愛いんかもしらんけど、あっという間に僕より大きなってしまったら、なんか僕の立場危うくない？ちっちゃいからいじめられたりせえへん？僕の方が先にこの家おんのに。では満を持して兄貴の発表です。サイベリアン。サイベリアン？何ですかそれは。宇宙から来た生き物ですか？何？猫？いやいや、今猫の話してないと思うねんけど、猫飼いたいの？どういうこと？兄貴はそもそも猫アレルギーでしょ？猫と一緒には生活できないでしょ。え？アレルギーが出にくい種類なん？猫やのに？そんな種類おんの？いや、すごいけれども、確かにこないだペットショップに初めて行った時に、僕は子猫に見つめられてもうちょっとで我を失ってしまうところやったからね。猫の可愛さっていうのは僕にもわかんねんけども、いきなりやったからやね、そんなこと考えてなかったから、まあそれも一つの意見として受け入れることにしようか。なんか今僕もしかして機嫌取られてる？このままの流れで猫飼うことになる？あれ？それもしかして僕のこと猫っぽく撫でてない？なあ、普段そんな撫で方しないよね。完全に白いふわふわの猫を想像して今僕のこと撫でてるよね。あーやばい、これはやばい流れやな。あくまで今日は会議ということやから、決定することじゃないから。じゃあこれからゆっくり考えていきましょう。大事なことやからね。ほな、考えながら手こいて寝ようか。みんなどうもありがとう。犬と猫って一緒に暮らしていけるんやろうか。